はい、ノーズです。今回紹介するのはレゴシティのブリザードヘリクレーン60034です。中には部品の袋が3つとシールシートが1枚、そして説明書が2冊入ってました。それでは組み立てます。それではまずはヘリコプター以外のものを作っていきます。はい、完成です。まずは操縦士の男性です。ダウンを着ててヘルメットをかぶってます。で、このヘルメットが結構かっこいいです。次に調査隊の女性です。完全防寒の服でオレンジのゴーグルをつけてます。次に氷の塊です。中に銀色の鉱物が入ってます。続いて運搬用コンテナです。ぐるっと壁は入ってないですね。ほとんどフレームだけです。で、この真ん中の部分にさっきの氷の塊をこんな感じで設置することができます。そして犬ぞりです。色は白ですけど、ハスキー犬みたいな模様が入ってます。で、尻尾がぐるっとなってて可愛らしいですね。それから後ろのソリですけど、大きなカメラがついててライトもついてますね。で、箱があってこの中に探知機や無線機、それからピッケルなんかも入ってます。で、その後ろにはレーダーみたいなものがついてます。そしてさらに後ろにこんな感じでさっきの調査隊員を立たせることができます。また付属品のこれですけど、実はスキー板でこんな風にちゃんと足につけることができるようになってます。そして前の犬の部分と後ろのソリの部分はホールジョイントでつながっているので、こんな風に自由に動かすことができます。それではメインのヘリコプターを作っていきます。はい、完成です。かなり面白い機体ですよね。全長は33センチあって結構大きいんですけど、ボディがごっそりとなくて全体的に機体が斜めになってます。フロントは一体型パーツで丸みを帯びてるタイプですね。で、このパーツが簡単に外れるので、さっきの操縦士を座らせてまた
簡単に閉じることができます。それから上のエンジン部分がメカメカしいですね。両サイドのこのファンがかっこいいです。さらにその後ろにはウィンチがあって、先端にはフックがついてます。ここにさっきのコンテナを引っ掛けてそのまま持ち上げることができます。ちなみにウィンチを全開まで巻き上げれば、こんな風にコンテナを固定することができます。これはかっこいいですし、遊びやすいですよね。このセットのパーツ数は全部で262個でした。以上、レゴシティのブリザードヘリクレーン60034を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にして赤いボタンを押してください。パソコンの方はこの青いボタンをクリックしてください。説明欄の星マークのところから他の動画見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。